タルにより撮影。クレーターの中にはさらにリムトックというクレーターがある。スティックニーは火星の衛星であるホボス最大のクレーターである。直径は約9キロメートルであり、ホボスが直径約22 k m であるため、地面の大部分をスティックニーが占めている。火星からならホボスは太陽面通過が容易に観測できるほど大きいため。 スティックニーは肉眼で見ることができる。クレーターの壁には戦場のキメがあり、地滑りにより起こったと思われている。スティックニーは内部に後の天体衝突によってできたと思われる直径約2キロメートルのクレーターがある。2006年にはガリバー旅行機の登場人物にちなみリムトックという名前が付けられた。クレーターにある溝やクレーターチェーンは スティックニーを中心にして放射状に伸びている。この事実から、スティックニーを形成した衝突は、元あった、ホボスの大部分を破壊したという仮説が出た。しかし、マーズエクスプレスの調査では、クレーターチェーンなどは、スティックニーとは無関係であることが分かっており、火星と他の天体の衝突で飛び散ったものから偶然、近くに形成されたと考えられている。理論モデルにより、 クレーターチェーンなどが超積力により変形したという仮説もある。2018年11月、小惑星の衝突がスティックニーを作り、その時噴出した巨石により多くの溝のようなものができたと結論付けられた。このクレーターは、ホボスの発見者であるアサフ・ホールの妻、アンジェリン・スティックニーの名前にちなむ。1878年、アサフ・ホール自身は、 妻の応援なしでは火星の衛星捜索は諦めていただろうと書き記している。マリナー9号の撮影画像をもとに1973年 IAU によって正式に名称が認可された。ありがとうございます。